はーい。あんですね。うまくいきそうですがよ。内科がち、愛ですよ。シネマスティック的な映像が撮れるようになるといいんだけどな、このシステムで、っていうあのシステムですね。まあシステムというかですね、ちょこっとしたことなんですけどね。今日も、今日ですか、今日はね、あれですよ、2024年の11月1日、そう、ちなみにここ左側ですね、新田島、今日前ですよ、皆さんと同じ動画を見ながらですね、思いつき、なんやかんや、ですよ、ほいでですね、そんまいにあいようやないかんだった。腰の痛み。大体もう取れてきましたがよ。ほんで、痛みはない。痛みっていうかですね、こう、今ですね、今のはですよ。編集机の前に座って、姿勢を正しくしてですね。ほんで、こう、なんけ、両手を腰に当てて、あれがあるじゃないですか、こう、あったじゃないですか、小学校の時に、小さな前習い、そうそう、小さな前習いをして、そのまま手を後ろへ持ってきて、親指でですね、こう、そうですね、こう、腰のあたりからですね、いや、ちょっと尻の横か、ね、尻の横じゃどこけ、腰じゃ、腰じゃ、骨盤。骨盤の横あたりをですね、こう押すとですね、痛みはない。その代わりですね、あれですよ、気持ちがいいですね。なんかこう、そこそこっちゅう感じ。いや、あれですよ、体の中からですね、あれですよ、言うてくるっていうかあれですもんね。こう、自分でこう押してですね、なんかこう、心地よさを感じるっていうか、ここが、いわゆる何ですかね、痛みの原因というかですよ、なんちゅうですかね、要するにそこをこう押すとですね、3日ぐらい前までちょっと痛かったんです。そういうのが中です。ほんで今ですね、こうずっと腰骨にいて、背骨のですね、ちょうど何っけ、私は体が硬いもんですからね、こう、上着なこう、手は持っちゃがらんのが、そこへ痛くなかです。今日は別にその、カゴン場面とか、なんげ、辛い、あのな、辛いも標準語じゃなかった。鹿児島なまりとか、そげなったらちょっと別にしてですね、話しますからね。じゃったさった、そう。はいですよ。シネマスティックな映像が撮れるかもしれないようですね。そうですね。完成中はないんですよ。常に私は、少しずつまた、あれですからね、改良を加えますからね。でも、自分が最初描いていたイメージにはですね、100メートルで言うと、あと6メーターぐらいっちゅう感じですよ。で、それは何かっていうと、直角とですね、何が直角、なんでここで直角ができるかち、あれですよ。カメラをですね、取り付ける際ですね、カメラの場合は水平と、それから水平が一番大切かな。それをですね、出すのが結構難しいんです。でもそれをですね、ほぼね、ほぼ、あれになりましたがよ。思った以上の精度が。そこから部屋の中ですよ。で、外に持っていくんです、これをね。ほんで、そうした場合に、ほら、ここ今、これどこけ？綺麗にいっとこやら。
あ、こう226号線ですよ。右の方によるたこ焼きが焼き上がりますでしょ、はい、ほんで、こういうアスファルトみたいなところにそれを持っていくと水平になるんですけど、こう例えば今、どこか見本になるのは何だっけ、まあまあまあ、あ田んぼかないかでくれば一番いいんですけどね、ちょっと出てこんですね、あまあまあ右の方にほらちょっと、あれが畑みたいなのがあったじゃないですか。要するに、そう足場がひくたこは分かりますよね。ひくたくひくたくボンボンじゃないですよ、高くなったり低よしまに足元が不安定なところにそのカメラを設置した場合にパッと素早く水平が取れるかってね、そこはね現場に行ってみらんなおから。でもう一つはですね、あと六歩っていうのはですね、あら今日は飲み物用意しちょらんかったですね、 あれですよ、時刻はね、5時7分、もうすぐあれですよ、うちは早いですよ夕飯早いぞなおはんげやちゅうどん。いや自分がちょっと言ったもんですからね、いやあのですね、夕飯を晩飯を早く食べるとですね、あれがいいですよ、何ちかな、時間の効率がいい。特にほら今の言ったみたいに工作とかですね、部屋の片付けもしてるんですよ。そしたら寝る直前までですね集中できますがよ。背を向かってやった。ほんで、あ、そんかないですよ。あ、昼飯はですね、11時ぐらい。で、朝飯はですね、いや、私は朝寝頃ですから、9時、10時になったりしてですね、朝と昼の間隔は短かったりするけども、それでもいいみたいですよ。リスナーさんからのコメントによると、朝くしっかり食わない感じ。はい。だから朝飯と昼飯が一緒だったってよかわけですよ。そういうのもね発見しましたよ。ほいでですね、ただ最終的にはあれです、1週間かかるかもな、そんぐらい見ちょった方がいいかも、早くても3日4日かかりますね、これまでのあれから言うとですね、ほいであれですよ、外に持っていきますから。いや今はほらオムニバスドライブ、あこれはオムニバスドライブって私呼んでます、内語でかち、イタリア語ですかね、一つのもの映画で、映画一つの物語の中に、2つぐらいのこうストーリーが交錯するっていうのは、今いけんいけんいうか今何ちゅうか知らんですけど、私なんかの若い年ですか、昭和20年生まれですよ、77 笑いますよね。いやあの、いや何でかっていうとですね、77年のこう歴史を振り返ってみるとですね、笑いたくなりますよ、その私なんかが洋画を見出したのは、私が洋画を見出したのは中学校に入ってからですからね、中学生中高じゃどひこけ13ぐらいですかね。だからそん頃のから、まあ、60年ぐらいか、60年以上だけど、世の中はぐりったん変わりましたからね。ですよ。だからさっきの、あの笑いっていうのはおかしくて笑ったんじゃなくてですね、その頃から比べるとなんかほとんど全てがですね
新しくなってるんです。ほんで、まあ、その新しくなる段階を A から B、 B から C っていう段階、こういわゆる階段を上るようなとかですね、それから右肩上がりじゃなくてですね、新しいものが出てきたと思ったら、それがですね、何ですかね、寿命を迎える商品とかですよ、製品、それから流行り廃りですね。もう多分私なんかの記憶の中には大ヒット曲とかですね、大ヒット商品というのがいっぱいあるんですけど、今のみんな皆さんには伝わってないかも。特に20代、30代も伝わってないかも。でそれを私なんかの世代、もしくはその、まあ、前後ね、それからその、私なんかよりも10歳20歳ぐらい上、いわゆる、もう100に近い方なんか特に自分の記憶にある、まあ普通いくらぐらいですかね、小学生ぐらいからかな、こうはっきり残ってる記憶っていうのはそうなんでしょうけど、その頃に比べたらですね、もう、江戸時代からですね、今までのですね暮らしをですねずっと体験したような感じします。そうです。ほんで、さっきの私の、あの笑いの中にはですね、嬉し笑いね、一人で何ちゅうけ、越にいるっていうんじゃなくて、いわゆる自分が望んだことがすぐ結果として出せると、人を頼らなくてもですね。んで愛ですよ、ん今何分、まだ12分か、酔わずに喋ったような気がするけども、私いいですかね、私の話をしてそれしかないですもんね。あの私はもうチンケとっからのがあれはですね、なんか作りたいんですよ。何でもこう映像にしてもですね、できることならそのカメラも作りたい、自分でレンズを買ってきてね。だけどもう買うよりも、いやいや、あの作るよりも買った方が安いっていう時代ですから、それでですね、話し飛ぶみたいですけど、今の皆さんが見てるこの動画ですよ、私がビデオカメラを撮影を始めた頃が37年ぐらい前かな。ほんで業務用のカメラを買ったのがそれから2年ぐらい後なんですけども、その当時、まあこれはもう映像を語る上でも鉄板ネタですけど、その頃家が一軒建つと言われていた放送局ですのカメラよりもですね綺麗なんです。で長時間撮れるし、そして何回編集をしてもですね、劣化しない。劣化って分かりますでしょ、だんだん、あれが映像がねかすれてくる。で最後にはもうぐちゃぐちゃになってしまうんです。それさえもないし、ほんで撮影から編集 YouTube アップまでですね自分一人でできるんですよ。はい、まあそのレベルはあのいろいろなんですけどもね。それで、この「おまかせテレビ」を始めてから3年と7ヶ月がもう済んだんです。ほんでそこな3年と7ヶ月が済んで初めて自分は、まあ、もちろんこれはドライブ動画って言うんですけど、これは続けますよ、続けるんだけど、本当に撮りたかったのはこういうドライブ動画じゃなくて自然、花とかですよ、それから、あれですね、いわゆる雑草と言われている、植物ですね、
それとか昆虫とかですね、夕日よりも本当はですね、朝方、朝霧じゃないや、朝露の頃にですね撮りたいんですけど、その時間あるですよ、太陽が出る直前にはもうそこの現場に行ってなきゃいけない、はい、ほんで、太陽がこう昇ると同時に、その植物にねこう朝日が当たるわけで、なんかもやがかかったようなね、で、そうすると植物はね、まあ、その前日がどうだったかによっても違うんだけど、大体こう水滴をですねこの身にまとってるの、そうですよ、でそれをね取りたいの。でもねさっき言ったけ朝寝頃なんですよ。でそれが一つ、ほんでそれともう一つ言ったですよ、鹿児島してたでしょ、そしてねそういうねいわゆる自然の環境が残っているようなところで、その横に車を止められるような、ね、場所があんまりないですけど、はい、彼岸花なら彼岸花があるとするでしょう、土手に。でもそこに車を止めたらですね、他の車の通行の邪魔になる。もしかしたらそれには土手からにの下に、こう行くとするじゃないですか。車がその、県道とか、国道の横に車を止められるところがあったとするでしょう。でもそこにいわゆるベストポ、そこがベストポジションというわけじゃないんです。うん、そしてそれを撮るにはカメラといわゆるそのさっき言った、自分が思ったようなシネマティック的な映像が撮れるといいんだけどな、システムをそこまで持っていくのもね大変で、そこで3分5分もたもたしてるともう太陽はですねもうベストポジションからあるです。いやいや、あの太陽が上がるときはですね1分2分かからないんじゃないですか。太陽が頭を出してからですね顔を出して顎辺、あ、太陽に顎はないですね、あのまん丸かあれをですね、だからねなかなか思ったようにいかないんだけどね。でもここあれですよ、風景で、そうですね、植物はなかなかかも、いやベスト、こういうのを撮りたいって言ってもですねそういう場所が本当ないんです。本当ない。道路がですね綺麗になりすぎてですね、本当ほとんどの道路にですね車を止めるスペースがない、いわゆる田舎道と言われるところでもですね、もうそこにもですねガードレールが立ったりしてですね、もういやいや邪魔になる、あ、もう邪魔になることはしたくないですかね、他の走行車両にですね。でもね、いろいろしますからね。そういう意味であれですよ、この限られた設定の中で、自分の撮りたい映像が撮れるかもしれないかもしれないかもしれないっていうやつがですね、いや思ったより早くできましたがよ、はい、ほんであれもしますからね、鹿児島名産の、特産品とか紹介もね、それからその料理とは呼べないけど恋を料理しようとなら、本格的な料理は何て呼べばよかというシリーズみたいなのもしますからね。はい、ということですね、乞うご期待っていうか私がすごくこう楽しみですがよ。はい、ということでこの動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。